はい、皆さんこんにちは。タワバルチャンネルのナベです。ターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、12月のバラ管理といったことで項目別に見ていきたいと思います。まあこのね、12月、まあ、1月2月もなんですけども、この冬管理がですね非常に超重要といったことで、まあこのね冬管理をですね、まあ、サボってしまうとだったりね、手を抜いてしまうとですね、来年の春の爆先はですね、まあ、非常に難しいからというふうに思います。まあ、それに加えてね、来年1年間のバラの成長っていうのも、なんか去年に比べるといまいちだなというふうにね、まあ、なってしまう可能性が非常に高いので、この12月からですね、まあ、管理の方バシッとね頑張っていきたいと思います。それではね、項目別に見ていきたいと思います。はい、まずですね、つるバラの剪定誘引についてね、見ていきたいと思います。まあこちらに関してはね、まあその時が来たらタワバラチャンネルバシッとね配信するので楽しみにしていてください。こちらにね見えていますのはロマンティックチュチュですね、ロサオリエンティスのロマンティックチュチュとですね、まあ鉢バラも置いてあるんですけども、こちらパレードですね。まあつるバラとシュラブローズといったことなんですけども、まあシュラブローズのね誘引タイプに関しても、まあ、この12月の方はね、我が家作業の方を行います。まあ、剪定誘引については必ずね、休眠に入ってからですね、まあ、休眠に入っていない状態でね、剪定してしまうとですね、この切り口からね、液体がですね、まあ、出てきてしまったりですね、まあ、あと誘引に関しましてはまだ枝がみずみずしいといったことでですね、まあ、なんと枝がバキッと折れてしまうといったことで、まあ、この剪定誘引に関しては休眠に、ね、入った品種からね、順々に行ってあげるとよろしいかなというふうに思います。我が家の場合ですと12月上旬にですね、まあ、このように葉っぱの方を取りまして、まあ、早くね休眠に入れるんですね。まあ、葉っぱがないことによってバラの方もですね、早めに休眠に入ってくれるので、まあ、12月上旬に我が家の場合ですと葉っぱ取りの方を行って、このようにね休眠に入れます。で、休眠にね入ったら剪定誘引の作業をね行うといった感じになりますね。まあ、その時にね、まあ、必要なね道具としては当然ね、剪定バサミですね。まあ、この枝切るので剪定バサミが必須と、まあ、あとね誘引するので、まあ、このようなね麻紐ですよね、麻紐も必須ですね。まあ、あとね革手ですね。普段ね皆さんゴムのね手袋していると思うんですけども、まあ、この冬作業に関しては革手ですね。まあ、革手というのはですね、トゲを貫通させないので、まあ、非常にね怪我のリスクも低いといったことでね、まあ、革手も必須かなというふうに思います。まあ、そちらのね道具も、まあ、揃えていただいて、まあ、12月からのねこの冬管理の作業を頑張っていただきたいかなというふうに思います。まあ、このね冬管理なんですけども、まあ、2月中旬ぐらいまでにね、終わっておくとよろしいかなというふうに思います。まあ、それ以降はですね、まあ、なんとバラの方もね、芽吹いてきて、成長の方もね、始まってしまうので、まあ、この冬管理に関しては、2月中旬ぐらいまでに、まあ、全てのね、項目を終わっておくとよろしいかなというふうに思います。で、次にですね、ブッシュローズですね。こちら、川本バラ園のシャルムですけども、まあ、このようにね、まあ、木立のバラと、まあ、自立してね、まあ、咲いてくれるタイプなんですけども、ブッシュローズに関しては1月ですね。1月に入ったら葉っぱ取りの方をして休眠に入れて、まあ、それからね剪定を行うようにしております。またね、そちらの方はね詳しく配信したいと思います。それじゃね、次の項目を見ていきたいと思います。はい、続きましてね、寒肥について見ていきたいと思います。寒肥というのはですね、冬に与える肥料のことをね、寒肥と言います。こちらはですね、パレードですね。今ね、鉢管理していますけども、まあ、このね、冬にですね、まあ、移植といってね、まあ、地植えしたいなというふうに考えています。寒肥に関してはですね、我が家ね、コップ入り油かすですね、まあ、リン酸がね、たくさん入っている肥料の方をね、与えるようにしています。鉢バラの寒肥に関してなんですけども、まあ、先ほどね剪定誘引の作業の方、まあ、説明しましたけども、まあ、そのタイミングでねやってあげるといいかなというふうに思います。まあ、このね鉢バラに関しては、こちらね、まあ、剪定誘引作業をね行うとともに一緒にですね、この用土替え、まあ、寒肥の方もね与えてあげるとよろしいかなというふうに思います。まあ、特にね鉢バラに関しては、まあ、剪定を行ってね、まあ、それから、まあ、用土替え、まあ、後から説明しますけども、用土替え、寒肥、まあ、誘引というふうにね、まあ、一連の作業を行ってあげることによって、まあ、一気にね、作業の方ね、終わらせることができるかなというふうに思います。
八原の、ね、環号についてなんですけども、当然ね、元火入れますよね。まあ、元火プラスアルファコップ入り油かすの方をね、入れてあげるとよろしいかなというふうに思います。地植えに関してはね、30センチぐらいのね、まあ穴ですね、まあ縦横深さ30センチぐらいの穴をね、まあ2箇所掘ってあげて、まあそちらにですね、まあコップ入り油かすと、堆肥ですね、まあ堆肥というのはね、まあ我が家牛糞堆肥を使いますけども、まあ土壌改良になるといったことで、堆肥の方をね、すき込むようにしています。まあ、肥料にね関しては冬はねこのような感じになると思いますけども、またね詳しく配信したいかなというふうに思います。はい、続きましてね、用土買いですね。こちらロサオリエンティスのフランシス・バーネットなんですけどね、購入した時のね鉢のままですね、今6号鉢なんですけども、フランシス・バーネットはね当然大きくなるので、この6号鉢ですと当然ちっちゃいですね。なんでね鉢増ししないといけません。まあ、少なからずね最低でも8号鉢にはねしたいかなというふうに思ってるんですけども、我が家の、ね、場合ですと、この6号鉢から8号鉢にね、まあ、用土替えといったことで大きくしようかなというふうに思います。まあ、そのタイミングとしてはですね、まあ、当然ねバラがね休眠に入っている状態で作業の方ね行ってあげると、まあ、休眠期っていうのはねバラの方が寝ているので、根っこのねメンテナンスができるんですね。まあ、根っこのメンテナンスというのはね、まあ、眼臭の治療だったり、あとねコガネムシの幼虫がいるかいないかの確認だったりね、あとね根っこが張りすぎていると、まあ、その根っこをね3分の1ぐらいね切っても大丈夫なんですね、休眠期っていうのは。まあ、このね6号鉢から6号鉢に植え替える場合に根っこがパンパンに張っている場合は、根切りといってね根っこの方を切ってあげるといいかなと。でこの6号鉢から8号鉢に、まあ、鉢増しする場合ですと、鉢がね大きくなるので、まあ、特にね根っこの方はね、まあ、切らずに、まあ、ある程度ね根っこのメンテナンスをしてあげて植え替えるといった感じがよろしいかなというふうに思います。まあ、あとね鉢から地植えにする場合は、まあ、根切りのね必要はないので、根っこをある程度きれいにしてあげて植え付けの方をね行ってあげるといいかなというふうに思いますね。はい、続きましてね、水やりについて見ていきたいと思います。この12月はですね、まあ、当然地植えに関しては水やりの必要はね全く必要ありません。鉢バラに関しては、まあ、大体我が家ですと、まあ、1週間に1回ぐらいのね、まあ、ペースになると思うんですけども、まあ、このね12月水やりね、まあ、ミスってしまうと言いますかね、まあ、たくさん与えてしまうと根腐れといってね、まあ、根っこが腐ってしまうんですね。まあ、このね寒い時期ですね、まあ、この寒い12月、まあ、1月2月もそうなんですけども、バラがね枯れる原因としては根腐れなんですね。まあ、あまりお水の方ね欲しがらないんですね。というのはね、もう我が家の場合ですと葉っぱの方ねもうある程度取り除いてしまってますので、まあ、光合成もあまりしていない、まあ、それに向かってですね、まあ、休眠に入りたいといった状態にもかかわらず、お水をねたくさんあげてしまうとお水ね飲まないんですね。まあ、人間もねお腹がいっぱいの時にご飯与えられてもですね食べれないですね。まあ、それと一緒なんですけども、まあ、なんでね水やりの場合は、まあ、必ずねこの鉢をですね傾けてあげて重さを感じてください。まだね重たいなこの鉢はってことは、お水の方がねパンパンに入っているといったことなので、まあ、全ての鉢をね同じタイミングでお水を与えるんじゃなくて、まあ、一個一個ね、まあ、手間ですけども、まあ、根腐れするよりいいですよね。確認してお水やりの方をね与えてあげるとよろしいかなというふうに思います。まあ、水やりもね当然鉢底からあふれるほどたっぷりお水を与えると、12月もね当然メリハリが大事なので、水やりに関してはそういった感じがよろしいかなというふうに思います。あとね初心者様にはですねサスティといってね、お水のね乾き具合を測れる道具もあるので、そちらの方をね使っていただけるとよろしいかなというふうに思います。はい、続きましてね薬剤散布について見ていきたいと思います。タバラチャンネルね、この12月は薬剤散布はなしですね。全く行う予定はありません。1月になりますと、ダコニールですね、殺菌剤の方をもう枝にねシューッと、あと土ですねシューッというふうにねかけます。まあ、このね12月に関しては、まあ、特に、ね、薬剤散布の必要はないかなというふうに思います。まあ、しかしながらね、このようにね、こちらの葉っぱ、黒点病なんですね。真ん中黒くなってますよね。これ黒点病なんですけども、黒点病がね、まだまだ出てまして、目立つところもあると思うんですけども、まあ、こういったね、黒点病の葉っぱはですね、もうパッと取り除いてもらって、ゴミ箱にポイといったことでね、
まあ、薬剤散布はね、もう特に必要ないかなというふうにね、思います。というのはね、もうこの12月になりますと、黒点病のね、まあ、スピードの方も鈍くなってきますので、まあ、見つけ次第ね、こういった葉っぱに関してはパッと取り除いてね、まあ、そういったね、対応で大丈夫かなというふうに思います。あとですね、虫ですね。虫に関しては、我が家ね、この虫見たことないんですけども、貝殻虫ですね。枝の方にですね、白い虫がバーッとね、つくんですけども、その貝殻虫のね、まあ、対策としては、歯ブラシですね。歯ブラシで枝ゴシゴシしてあげると、貝殻虫はね、土にポトポト落ちるんですけども、まあ、それでね、OK といったことですね。あとね、貝殻虫対策のスプレーもあるので、そちらの方でね、対応してもらうとよろしいかなというふうに思います。まあ、先ほどもね、言いましたけど、こういった黒点病の葉っぱだったりね、まあ、あとね、うどんこ病の葉っぱだったりね、まあ、あと落ち葉ですね、まあ、あと雑草もそうなんですけども、株元付近、まあ、全体的にですけどね、まあ、きれいにしてあげると。っていうのはね、落ち葉にですね、当然、病気の菌だったり、まあ、虫の卵といったことでね、もう来年に繰り越してしまう可能性もあるので、まあ、とにかくね、この株元付近はですね、常に清潔にしてあげるとよろしいかなというふうに思います。それではね、次も見ていきたいと思います。はい、続きましてね、置き場について見ていきたいと思います。まあ、地植えに関してはね、置き場の話関係ないんですけども、鉢腹に関してですね、このね、12月っていうのは、この置き場結構大事でですね、まあ、愛知県ですと最低気温がね、まあ、マイナス3ぐらいですかね、まあ、去年はマイナス5になったこともありますけども、まあ、それぐらいのね、気温です。まあ、マイナス5ぐらいでしたらね、バラは全然この寒さに耐えれるので、まあ、愛知県の場合ですと、まあ、外に出しっぱなしで大丈夫ですね。まあ、それ以上ね、寒くなる、まあ、地域の方は、まあ、不織布だったりね、まあ、室内に取り込むと、まあ、そういったね、対策も必要になってくると思うんですけども、まあ、ここ愛知県の場合ですと、バラはですね、もう外で全然大丈夫です。まあ、逆にね、寒さに当ててあげることによって、まあ、この枝がですね、締まってくるんですね。枝が締まって来年の春はね、たくさんお花をつけてくれる優秀な枝になってくれるといったことで、まあ、とにかくね、寒さに当ててあげる、まあ、過保護にならないといったことでね、もう人間もクマちゃんも寒いんですから、バラさんも寒くなってくださいよといったことで、外で大丈夫ですね。まあ、あとね、太陽にね、当ててあげることも非常に大事かなというふうに思います。まあ、気温の方はね、あまり上がりませんけども、まあ、このね、太陽の光をたくさん当ててあげることによってね、当然鉢の方も乾きますんでね、まあ、とにかくね、バラは太陽の光が好き、まあ、葉っぱがないですけども、太陽の光が好きといったことでね、まあ、お外に出しておいてあげてください。まあ、あとですね、このようにね、大苗を迎えした人だったりね、まあ、新苗もそうなんですけども、まあ、このようにね、テープが貼ってあるんですね。まあ、このテープっていうのはね、接ぎ木テープといって、まあ、このね、上の部分っていうのはフランシスバーネットなんですけども、このね、テープの下ですね、要は根っこの部分ですね、根っこの部分っていうのは、まあ、台木といってね、まあ、フランシスバーネットのね、根っこじゃないんですね。で、このね、下の部分と上の部分をつないでいるこのテープなんですけど、これはですね、要はつないでいる部分が取れないようなね、まあ、保護的なテープなんですけども、まあ、1年間ね、まあ、このように育ててきて、まあ、このようなね、テープはですね、もう取ってもね、大丈夫です。もう新苗に関してもそうですね。1年間育ててきた品種に関しては、このようなね、テープは取ってください。まあ、このね、テープ取らないとですね、まあ、当然バラは大きくなるので、この株元もね、どん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 大きくなりますよね。このテープがですね、どんどん食い込んでいってしまうんですね。食い込むとね、バラも痛いでしょうし、まあ、このテープに関してもね、もう取り除いても大丈夫ですね。であとですね、まあ、タワバラチャンネルね、昔からご視聴してくださってる方は分かってると思いますけども、まあ、こういったね、ネットがですね、株元にね、くるりんと巻いてあるんですね。まあ、このね、ネットはですね、カミキリムシ産卵防止ネットといってね、要はですね、カミキリムシがね、産卵できないようにね、こういった対策をとってます。まあ、このね、ネットを、まあ、することによって、まあ、今までね、カミキリムシの幼虫ですね、まあ、鉄砲虫なんですけども、まあ、被害にね、あったことはありませんね。まあ、効果絶大といったことでね、まあ、ぜひ皆さんもね、このような感じでね、株元に、まあ、こちらね、防鳥ネットになるんで、100円均一でね、売ってますので、まあ、このような感じで巻いてあげるとよろしいかなというふうに思います。まあ、特にね、この12月ね、冬管理が始まってからは、まあ、葉っぱもなくてね、枝の方も短くなって非常に作業しやすいので、まあ、このね、冬の時期に行ってあげるとよろしいかなというふうに思います。
もしねベーサルシュートが出てきてもですね、まあ、この網のね隙間からニョキッと出てくれるのでね、まあ、特に問題ないですし、まあ、ベーサルシュートがね引っかかってねああっていう風にね、まあ、なってしまうこともあるかもしれないので、まあ、そういった場合にハサミでちょんとね軽く、まあ、ネットの方をね切ってあげることによってベーサルシュートの方もねスッと伸びてくれると思います。カミキリムシ産卵防止ネットだったりね、まあ、接ぎ木テープに関しても動画の方ね出していきたいかなというふうに思います。はい、今日はですね12月バラ管理といったことでね、まあ、盛りだくさんの項目説明していきましたけども、まあこのね12月バシッとね作業を行うことによって来年の春はね爆咲きしてくれると思うのね、これからどん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 寒くなると思いますけど、まあ寒さに負けずねバラ管理の方頑張っていただきたいかなというふうに思います。まあ、またね何かわからないことがあればコメントください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。